監督、キャストの皆様のご登場です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。この舞台の深夜食堂のあのガラス戸を私も一度ガラガラッと開けて、あのカウンターでお母さんの昔作ってくれたようなこの料理、あれもう一度食べてみたいなっていう気分で、お客になってみたいという気持ちに絶対になってくれると思います。そういうのを楽しみにしてますんで、本当に楽しんでご覧になってください。今日はどうも本当にありがとうございました。いらっしゃい。いつものかい？テレビドラマもずっと見ていたので、本当にその世界観がそのままあってすごい良かったです。この味あんたが教えたのかい？小林薫さんのミッションにすごく行きたいなって思いました。いい話だったっていうのと、すごくお腹が空きました。ウィンナーの料理が美味しそうでした。ナポリタン食べたいと思いました。お待ち。お腹が空くだけじゃなくてすごく泣けました。許してあげてもいいんじゃないのか、自分をさ。身につまされるというか、でちょっと涙腺が崩壊しました。多くの人に見てもらいたいなと思います。見た後にお腹が空って、こうなんか幸せな気持ちになる映画だと思いました。できるもんなら何でも作るよ。